どうも、エルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。さて、前回はちびっこに見せれない絵が多かった配信なんだけど、まあ、今回は比較的大丈夫になると思うかな。一応仕返しはできたって感じだね。いやーにしてもあのお姉さん腕折れたのかわいそうだよね。またその分助かったんだけど、腕は平気？今のところ大丈夫。いや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 、そう、使えるものは拾っておいて。黒い世界のじゃないか、触るなよ。なら木でも引っこ抜けて。まだ気は抜けないでしょ。もちろん今のはダジャレ。ダジャレって？ああ、わかんないのか。すげえ、こういう形のピストルかな。あー、ってた、狩猟用ピストル。スカーがスカーを追い回すとはね。セラファイトだ。あんた何したの？頭を丸刈りにした。うん、あ、そう。言いたくないわけ。丸刈りにして本当にあんな追っかけられたらたまったもんじゃないけどね。攻撃力は高いがリロードにかかる。長射程ハンドガン。あーでもこれあれだよね、多分スナイ、あーあるあるある、弾込め一発だけのやつじゃないっけ。あ、違う、あのね、これを強化する前に、前回エリー編ではできなかったスコープを、バースターつけないけど、つけたかったのよ、これをね。おお。で、ピストルが、ただね、多分ピストルにすると、あ、やっぱそう、あ、やっぱそうだね。うん、サプレッサー使えるようにしとこっか。パーツはない。ちなみに、これで、×ボタンだね。あー、サバイバル。自分の弾丸を持ち込む。弾の作り方？いや。焼夷弾を工作、広範囲の敵を燃焼させる。あー、これすげえな。あーしゃ、あれか。ここちょっと鍛えたいね。ショットガン系だ。あー、ブレを抑えたいけど、ブレを抑えて次こっちだね。サプリメントはなし。あー、無事回復。これはエリーへ。お前が無事であるよう祈っている。休戦協定が破綻し、私たちは、配置変更で帰還するよう指令を受けたと。スカーのクズどもね。あこれは身内？ああ、そうだね。何も言わないから。アビーはスカーを毛嫌いしてるから、書類によってはめちゃくちゃ文句言うの。でもそれを言わないから。
これで焼夷弾が作れる。あー、焼夷弾作っとくか。もう作れるときに作っとかないと。もったいないんだよね、あとあとね。あー、なんか絶対出てきそうな雰囲気。そっちが進むんだね。さすがにコインはないだろうな。ちょっと待った。あー、回復しとこ。医療キットがあるからね。あー、でもそのホラー系っていう話だけどさ、このゲームグロ系も混じってるじゃん。てかホラーとグロの違いって何なんだろうね。そもそも似たようなもんかなっていう認識なんだけど、やっぱ違うものだよね。デッドバイデイライトはほら、びっくりさせるかどうかってこと。映像的にきついか、演出的にね、か、グロ系はね、演出的にきついっていう感じか、ホラーは、お化けとか、そういう、脅かしに来る感じなのかな。大丈夫それ。これ、焼夷弾さ、絶対、網の中ダメだよね。痛そうな音した。もうすぐ海岸に着く。あ、海岸着くのか。よし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 。私が先に。おお。いって。おお。意外と避けるな。ショットガン無駄にした。あ、火炎瓶がないから。これちょっと狩猟用に変えよう。多分変えていい。火力重視で。あ、びっくりしたーって聞かと思った。見慣れないなー。なんかもうあの衣装を見ると敵ってイメージがあるから。そこ降りるんだね。でさ、こういうゲームってさ、基本的にまあリロードを先にしとかないとさ、後々辛いんだよね。これ落ちたらやべえぞ。降りるしかねえのか。いや、めちゃくちゃいるじゃん。せっかく。ま、新しいキラーみたいにさ、ナイフ投げたらいいのにね。いや、これ来るの待とう。いや、来ないか。
そうだね、意外と見られるんだよな。ここ多分ガラス割った瞬間来るから、いや降りるか。1、2、3、はい、降りる必要はないからね。いやあと一人どっかいたよね。いや降りるかも。それで次はこっちで間違いないはず。間違いないはず。俺もそこ引っかかった。ついてこなくていいよ。あんたたちを置いとけって。とにかく今は逃げなきゃ。まあでも恩人だからね、ある程度は助けてあげたいよね。いなかったらやられてたわけで。爆薬。作ろう。で、こっちも作って。マジね、使いすぎ。物資ね。パイプでいいや、今回は。まあ危険が多い分物資はなんか多い気がするね。そこ出る感じかな。あーでもさ、このショットガンさ、弾2つダブルショットガンは入れるのが楽だよね。2つポンって入れるのはね。エリーが使ってた方のショットガンは弾込めに時間かかるんだよね。さあ頑張っていきましょう。持ち上げるからゲート開けてきて。任せて。ほら、あんたも腕気をつけて。うわ、これは登るのきついぞ。やっべー。二人とも何してんの。おい、何してんだよ。やばいやばい。それはきつい、それはきつい。
バカだね。バカだ。やべえやつ来たね。ジャンプな、ジャンプな、あの声は。ですよね。やっべえ、やっべえ、弾がないんだって。やばいやばいやばい、弾が弾切れた。はあ、ありがてえ。ねえ、少し待って、私も捕まって。分かった。やばいね、ちょっと出血が。腕が。大丈夫、とにかく深呼吸して、吸って吐いて、ゆっくりだよ、吸って。いかんね、もう多分血が溜まってきてんじゃない。あそこのドア、感染者がいないか見て。開かないよ。他のも試して。そうだね、とりあえずかくまえる場所に逃げて。どうなの？ダメだ。右は？はいはい。早く中に入ろう。閉めて。ねえ、手伝って。レブ、固定すれば平気。ね。やったことある？シャツを裂いて。後ろに。じゃあ動かすよ。行くよ。よし。名前は？アビー。さっきはどうも。ここは安全じゃない。回復してなくても、明日にはここを出て。ほっといて。そう。
ほっといてか。いやー、まあまあまあ、とりあえず送ることはできたから。開いてないね。でもさ、日の落ち具合的に結構な時間かかったよね。これ戻れるのかな、作戦の時間までに。水族館はすぐそこ。あとさ、弾がやべ。焼夷弾は一発、ちょっと揃ってきたらやろうか。いやー、パイプも使ったんだよねいやでもジャンプナーはやばいね。使って、ね、持っていこう。いやいやいや、えらく大変よ。整理するとサプリメントは全然使えない。多分ナイフをそんな使うことはないから、他のに物資を割いて全然いいかもしれないね。いや、改造するものあるかな。60。やっぱ安定性かな。だね。まだもう12しかないからな。いや、パーツもさ、1とか2とかだから16。いやー、たぶん足りないよねー。30ちょいぐらいじゃない。あ、30だね。リコイル強化しとくか。狩猟用のやつはめちゃくちゃ強いんだけど、やっぱこのハンドガンが使い勝手が一番いいね。よし、行こう。物資は、作る。爆薬は欲しい。びっくりするぐらい。お、ホルダー最高。いやー、ほんと最高。これがあるだけで助かる。あ、ピストルホルダー、うん、これでだいぶ楽になったね。あとはサプリメントで、弾薬作成。で、これ取って、こっちだね。でもすげえな、弾。ああ、爆薬とハサミで作るんだ。ってことは、これ、全然手に入んないって言ってるよね。弾はねえぞって言われてるような感じがした。結構貴重品なんだね。あった。
いや、ここからではない。あ、そっちか。えい。嫌な感じするね。嫌な感じ、正解。ライトが見えないのがありがたい。ただ耳がね、発達しすぎてんからな。奥か。さすがに上はいけない。ほう、あのフリッカーめちゃくちゃ動くね。そしたら、万が一に備えて、短い間狙えるってやつは急所攻撃2回ね。だけど近くにいないから狙えないんだよな。正直アビーのこれはめちゃくちゃ強い。うおお、ビビるじゃん。はい、やばいやばい。こうなったら重なってきちゃい。焼夷弾になってるか、それきついな。ああ、ほんとそれだよ。でも観覧車もあるし。よしよし。まあ瓶で割れた音でバレたか。上通って、ああそうやって行けたわけね。物資、このままで行くか。いいね、パーツ。この奥かな。建物入っていくの。なー、誰か。あー、コイン。アラバマ州。で次は。よし、
こっからはまっすぐのはずだよ。うわぁ、ちけぇなぁ。おい、あぶねぇ。待て。どうにかして上上がんないとね。いや、焼夷弾まだこのまましとこっか。おう、あー、そこ通れてくるか。あー、これはやばい。これ泳いでいくの？行くしかねえか。さあ、早く泳いで。あー、この船の中入るの？いや、水族館の裏か？流れが速い。わー、すげー。爆薬パーツ弾。これな、玉の見分け方難しいんだよな。え、いや、うわ、寝てるところ嘘でしょ。矢の印はあれナイフかな。矢使わないしね、だってね。見えるや、私はもう寝る。カースすぎてアドレナリン出まくってるけど、インフルエンザのせいでかなりきつくて。いや、それともここ矢が手に入るか。その可能性もやっていいか。あれがね、あだね、矢が手に入ってるから弓出てくるかもな。あれ？これか。これで帰れるか。こっちにしとこう。4発がってことだよね。マジでパッと見わかんねえんだよな。マークがついてるやつがっていう感じにしよっか。よしよし。クロスボウか。これはいい。したわけ。全員殺し、そういうこと。
やーやっとやっと隠密できるよって感じだねあーしかもヘッドショットしたからどうこうじゃないんだ。感染した乗客の件で協力感謝する。君のような訓練を受けた根性のある人物が乗船していた。ラッキーだったよ。同僚の船員たちは役立たずばかりだ。武器庫に鍵をかけろって船長の意見には反対だ。感染した乗客がこのフェリーに乗っているという事実を故意に無視し続けるなんてありえない。907701。壊れにくいのはありがたいね、クロスボウの矢はね。じゃあ一発で壊れた矢と一発で壊れたんだけどな。矢を作ることはできない。これよしよしよし、回収。やっぱこっち壊れてんだよな確率は低いとはいえって感じだね。よしよし、ちょっと怖いけどここで終了にしよう。次は船内だねの攻略していきたいと思います。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。